どうしたのリン。あのねリンたちが作ったお城が壊されちゃったの。お城？うん、あのね、よいしょよいしょ、やったー、完成。やべえ、いい感じ。3億円くらいで売れるな、これ。うん、とっても素敵。ねえ、みんなでお城と一緒に写真撮ろう。賛成ます。せっかくだからお姫様の格好しない？いいね、じゃあ着替えてこよ。じゃじゃーん。リン、かわいいね。メイちゃんもかわいいよ。あれ、スモモちゃんは？待たせたます。何それ？女王アリの格好、家にこれしかなかったます。ドレスはないのにそれはあるって、さすがスモモだね。ドレスは売った、その金でこれ買った。こっちの方がかっけえから。リンも女王アリになりたい。リン、女王アリ後でスモモに貸してもらえばいいよ。しゃあねえな。やったー、じゃあママ呼んでくる。ママにお写真撮ってもらおう。おい、ママ。うん？うわー、危ない。とりゃ、うん、危なかった。ありがとう、スモモちゃん。で、うわー、お城が。ちょっと、あんたらぼーっと突っ立ってんじゃないわよ。危ないでしょ。リンたちがせっかく作ったお城が。何泣いてるのよ、うっさいわね。ちょっと。はい？ここはリンの家の庭だよ。なんで勝手に入ってきてるの？なんでって、ここが近道だからよ。リンちゃんちの庭とか関係ないわ。私はね、リンちゃんたちの家が建つ前からずっとここを通ってたの。だから今まで通り通ってるだけ。頭おかしいのか。ここはリンたちの庭って言ってんだろ。頭おかしいですって？失礼な子ね。常識がないの、あんたには。お前言うってやつだな。とにかくここは私の道なの。私が通ろうとしたらすぐにどきなさい。わかったわね。まったく、こんなところで遊んでんじゃないわよ。あ、待って、何それ、ひどすぎる。本当にお隣のトメさんがそんなことしたの？うん。私ちょっと話してくるよ。私はあやね、32歳の専業主婦。最近ここに引っ越してきた。隣に住んでるトメさんは少々厄介な人。子供の声がうるさいとか、テレビの音がうるさいとかで、今まで何度もうちに乗り込んできた。大した声を出してないし、テレビの音も外に漏れてないんだけどね。その時はこれ以上面倒なことにならないようにとりあえず平謝りしてたけど、今回のことは許せない。ちょっと、トメさん。あら、あやねさん、ちょうどいいところに。今からあんたの家に行こうと思ってたのよ。うちの庭に車で勝手に入ってリンを引きそうになったって本当ですか？それにリンたちが作ったお城を壊したんですって？そうそう、その件で行こうと思ってたのよ。ほら見てよこれ、あんたの娘が砂のお城なんて作るから私の車が汚れちゃったじゃない。洗車してよ洗車。何ふざけたこと言ってるんですか？洗車なんかしませんよ。それよりうちの庭を通らないでください。そしてリンに謝罪してください。はあ？謝罪するのはあんたの娘たちでしょ。こんな風に私の車を汚したんだから、ほら今すぐ連れてきて謝罪させて。本気でそんなこと言ってるんですか？本気に決まってるでしょ。もういいです、あなたと話しても埒が明かないので。ただ今度同じようなことをしたら絶対に許しませんから。はあ？それはこっちのセリフよ。本当に生意気な娘ね。本当に許せない、トメさんのやつ。まあでもここまで行ったんだし、さすがにもう庭を通ったりはしないだろう。
そう思っていたんだけど、翌日。リン、もしかして…また食わされちゃった。あの人…痛いよ。え、その傷どうしたの？あのね、車がブーンって向かってきて避けた時に転んじゃって、メイちゃんもスモモちゃんもお怪我したんだ。トメさん…リン、とりあえず消毒するわね。私の娘やその友達を傷つけるなんて、もう本当に許せない。いいよね、許さなくて。トメさんには地獄を見てもらう。ありがとうママ、治った。で、ママ、お庭で何してるの？お城を作ってるのよ。リンもやりたい。いいわよ。でも、またお隣さんに壊されちゃうかも。大丈夫、ママがそんなことさせないから。なんかママ怖いよ。あら、それは失礼。そして翌日。たく、またリンちゃんのせいで車が汚れた。ちゃんとしつけしなさいっての。ま、昨日は転んでたし、いい気味よね。今日もお城があったら思いっきり車で潰してやろうっと。また泣かせてやるわ。また来たよ。逃げるまいす。うん、お城壊れちゃうのかな。って、またある。ムカつくわね、本当に。全力でぶっ潰して泣かせてやるわ。いっけー。あ、ママすごい、お城壊れなかった。それはよかった。すごい、さすがあやね。みんのママやるな。ああ、私の車が。なんで、どういうこと、なんで砂の城に車が負けるのって、これ砂じゃない、コンクリート。ふざけるんじゃないわよ、なんでこんなもの作ってんのよ。なんで、誰かさんが何度も何度も、私の娘たちがせっかく作ったお城を壊しちゃうから、壊れないお城を作ったんです。私の車を壊すためにやったのよね。こんなことしてただで済むと思ってんの。こんなことしてただで済むかって、済むでしょうね。だってここうちの庭ですから。うちの庭にコンクリートでお城建てただけですよ。それの何が悪いんですか。あやね、怒らせると怖いんだね。いっちゃん怖えかもだね。許さない、許さないんだから、警察に通報してやる。警察に通報したところで捕まるのはトメさんだと思いますよ。私たちの娘を傷つけてもいますし。ああ、もうあんた本当にムカつく。こうなったら車なんかに乗って何をするつもりですか。あなたの家を破壊してあげる。は、はい、車を破壊された仕返しよ。これでお互い様でしょ。 お互い様なわけないじゃないですか。そんなことやめてください。私を甘く見るからこんなことになるのよ。覚悟しなさいよ、あやねさん。やめて、それはやめてください。うりゃー。あれ、うわあれ、車がスピンした。助けて、助けて。つむみろ、私たちの娘を傷つけるからこうなるのだ。ママひまり、酔ってるし、これ何したの。ローションたくさん撒いたのだよ。人の家の庭に勝手に何してんのよ。まあいいじゃないか、細かいことは。私のおかげで家が助かったんだし。まあ、うわあ、あれ、ママどうしたのに。お車がくるくる回りながらお家の方へ。ああ、やべえ、
やべじゃないわよ。どうにかしてよひまり。こうなったら秘策を出すしかないか。何かこの状況を打破する策があるの？さすがママ。神様お願いです。いい子にするのでどうにかしてください。とってもいい子にするので。もう夜中にお菓子とか食べないので。神頼み。ひまり、ごめんごめんで済むか。ぶつかる。え、爆発した。おお、私の神頼みが通じたよ。あやね、やったね。あ、本当にそうなの？なわけねえだろ。犬塚くん？なんで犬塚がここに？噂組の組長の娘、お嬢に傷をつけられたんです。このまま生かしちゃおけないんで始末しに来たんですよ。でもよかったです、ちゃんと庭に埋めた爆弾が起動して。犬塚くん、あんた人んちの庭に何埋めてんのよ。というか、トメさん死んじゃったの？今のは冗談だ。死なねえくらいにしといた。よかった、生きてる。許さない、あんたら絶対に許さない。おいおい、ゴキブリ並みにしぶといな。私の車をこんな風にしやがって、絶対に許さないんだから。窓ガラスの破片なんて持って何するつもりですか？私の大切なものを奪われたんだから、あなたたちから大切なものを奪ってやるわ。まさか子供たちに危害を加えるつもりですか？そういうこと。今さら謝っても遅いからね。どこまで腐った性格をしてるんですか？なんとでも言いなさい。それじゃあ行くわよ。そんなことさせません。この身に変えても子供たちのことは守ります。じゃああんたからやってやるわ。一番ムカついてるのはあんただから。ちょいちょい。あ、なにって、あんたはあやねさんの旦那さん？パパ、ハルト、俺の大切なリンとあやねに何しようとしてるんですか？とりあえずそりゃあ、ありがとう、助かった。パパかっこいい。ママ、カルプスしまってよさそうます。だね。犬塚も拳銃しまってよさそうだよ。ですね。本当にかっこよかったよ、ハルト。惚れ直した。リンも惚れ直したよ。リン、惚れ直したね。なんだかよくわかんないけど、早く帰ってきてよかったよ。さてと、警察を。おいおい、待てよ。うん、警察は呼ばない方がいいね。どうして？トメさんを逮捕してもらわないと。どうしてって、ねえ、この惨状を警察にどう説明するます？確かに正当防衛って説明できないか。だろうな、ハルトが派手に投げてるし。いや、一番まずいのは爆弾だって。まあ、うちでどうにかするから大丈夫だ。うん、こういう時のためにヤクザって存在するんだから。こういう時のためだったの。とりあえずこいつは1万個の砂の城を作らせて、もし途中で1個でも崩れたらやり直し。わかりました。メイちゃん、静かに怒ってたんだね。だね。その後トメさんはというと、ここはどこ？砂漠？大正解。ここはエチオピアのダナキル砂漠。世界で最も過酷な土地と言われる場所だ。なんでこんなところに私を？てめえはここで1万個の砂のお城を作るんだよ。はい？冗談よね。冗談でこんなところ連れてこねえよ。じゃあな。待って、お願い、置いてかないで。その願いは聞けねえな。そんな。お嬢を傷つけたんだぞ。命があるだけマシだと思え。
それともなんだ、この場で命を奪ってほしいか。俺はそれでも一向に構わねえぞ。ごめんなさい、作る、お城を作るから。わかった、ただ適当に作ったら許さねえぞ。皇上たちが作ってたような心のこもったお城を作るんだ。おっきいお城を作れよ。いいな、確認しに来るからな。はい、わかりました。今もエチオピアのダナキル砂漠でお城を作ってるらしい。この前トメさんがお城を作っているところの動画を見せてもらったら。よし、これで5個目、今回は順調よ。ってラクダ、何してんのよラクダ。またやり直し。私はいつ日本に帰れるの？いつまでお城を作らないといけないの？この調子だと一生日本には帰ってこれず、砂漠で暮らすことになりそう。まあ、あそこまでしたんだ、自業自得だよね。ママ、来て。どうしたの？みんなでね、おっきいお城作ったの。すごいから見てみて。うん、見せて見せて。じゃじゃーん、すげーだろ。これが私たちの本気。すごい、よくこんな大きなお城作ったわね。砂でこんなお城を作るなんて、あなたたちすごすぎる。ちょっと触ってもいい？うん、いいよ。すごい、これだけ高くしても砂なのに崩れないなんて。あれ、うん、どうしたのママ？あのさ、みんなこれ何で作った？コンクリートに、コンクリートね。あやね、ありがとうな。あやねのおかげでこんなでっけえの作れた。うん、あやねがヒントくれたんだよ。砂だとなかなか大きいの作れなくて、私たち困ってたんだ。嘘でしょ？どうするのよ、こんなに大きいの作って。家より大きいじゃない。誰よ、この3人にコンクリートなんか渡したの。やべえな、これバレたら絶対に怒られるやつだ。犬塚くん、絶対に内緒ね。ハルトくんもだよ。一番ハルトくんが怪しいんだから。大丈夫、しばらく一言も喋らないから。それは逆に怪しいっつの。あなたたち何してんの？何にもしてねえぞ。そうだよ、絶対に何にもしてないよ。おう、リンたちにコンクリート渡して、それがバレて怒られるのが怖くて隠れたりなんて絶対にしてないから。ハルト！ハルトか！なんで俺たちここに住んでんだよ。家賃5万円とか高すぎだろ。こんなところに住みたくない。寒いよ。いいな、楽しそう。マイス、そんなにお城に住みたかったんだ。あやね、許して。しばらくそこに住んでなさい。